ジョマジッシュ・ポルガラは、アメリカの作家、デイビッド &D ・エディングスによって1997年に書かれたファンタジー小説。日本語訳は、早川書房より発行されており、その際に3冊に分割された。ベルガリアード物語、マロリオン物語は2005年から2006年にかけて、再発行された作品であるが、この作品は、マジッシュ、ベルガラス同様。 新規で発行された作品であるマロリオン物語における光と闇の最終決戦から数年後リバの女王セネドラは伝説の魔術師にして7000年の時を生きる祖父ベルガラスの自伝に数多くの事柄が抜けていることに憤慨し夫であるリバオ・ベルガリオンと共に冬のアルダー国へ向かう理由はただ一つベルガラスの娘にして 伝説の女魔術師のポルガラに、彼女の事例を書いてもらうためだ。最初は、老いの妻の願いを拒んでいた、ポルガラだったが、母、ポレドラの説得により、自らの人生を書き記すことにする。体内での成長と出生にまつわる出来事、魔術への覚醒と勉強の日々、双子の妹ベルダランとの愛と別れ、戦争の絶えない国家アレンディアの和平と、女公尺としての生活、 部下である騎士とのロマンス、そして途絶えそうになったリバ王家の血脈の保護、父ベルガラスへの反抗、そして和解。三千年の長きにわたる彼女の人生がここに明かされる。運命の姉妹貴婦人のバラ純白の袋をリバ王家の子孫たちポルガラに関係する人物、ありがとうございます。